商人リヒタですが、1294年に、生誕しています。父貞常について、鎮西短大の追悼、それから鎮西短大が、滅亡した後、鎮西短大の、関係者であった北条一門が九州のあっちゃこっちゃで、菊田とか伊藤だとか、そういうあの北条の一門が、あっちゃこっちゃにいたんですが、そういう残敵三党に、総統などに、商人リヒタは活躍しています。で、高氏が、まあ、あの北畠顕家に敗れて九州に没落するときには、この商人リヒタが、商人軍の主力を、引き連れて出迎えていきます。その結果、大宰府にいた商人貞常は菊池武俊に、吸収されて、戦死するわけですけども、佐多良ヶ浜で、足利尊氏ともに菊池武俊を敗走させて、高氏に従って彼は京都に、登っていきます。湊川の戦いに参加したり、あるいは剣武式目の制定にも寄与しています。これ、剣武式目の岩波思想体系の中世政治思想研究では、この剣武式目の、制定に寄与した人間、剣武式目を作った、人間はずらーっと書いてあるんですけども、その中に太宰の商人という署名があって、中に太宰の商人と書いてあって、おそらく太宰府の俯瞰であろうと書いてあるんですけども、いや、商人リストだからと 思ったんですけども、現在、まあ、他のもんではちゃんと、商人リストがこれに参加していることが書いてあります。ただ、岩波思想体系では、これが見落とされていて、大宰の商人に関しては下級貴族だろうと書いてあって、違いますと。おそらく商人リストはそういう剣武式目の制定に寄与する、形の、そういう能力、要するに軍艦的な能力は、結構あったんじゃないかと、いうふうに言われています。これ逆に言うたら、小児子の、強みではあるんですけども、川添昭次さんによると、小児子の一つの弱みではあるのは、鎌倉時代、室町時代を通じて、小児子っていうのは官僚的な色彩が強く、在地に深く根ざしていくってことはあまりなかったんじゃないかと。そういう意味で、領国支配っていうのが今つで弱かったという話をしてあります。剣武式目の制定に寄与するんですけども、ここでまた小児子にとっては面白くないことに、この鎮西短大を継承する形で九州短大が設置されて、そこに足利一門の一色の龍二が赴任されると。で、そうなると商人リストとしては面白くない。自分が九州の、ここまで、いや、剣武式目の制定まで寄与したやんと。湊川でも戦ったやんと。多々良ヶ浜で菊池武俊を敗走させたやんと。ほとんどボロボロやってきて、ほとんど兵隊いなかった高氏を迎えて、多々良ヶ浜で菊池武俊と戦って、足利尊氏が今あるのは俺のおかげやんと。俺がここのところで手のひら返して高氏殺したら別に殺したんやと。それがなんでやねんという多分気持ちなんですね。商人リサは、官能の上乱の中で高氏と対立した足利忠義。まあ、この剣武式目の制定に寄与してる、段階で、まあ、商人リサはもともと、忠義に、近い人間だろうと言われて、この剣武式目の制定の主体は足利忠義ですから、もともと商人リサは忠義に近かったんだろうと。ただ、当初、忠冬が、高氏と対立して九州に逃げたとき、最初、頼久は忠冬と戦うんですけども、官能の上乱が進んでいく中で、彼は忠冬を擁立します。まあ、まあ、見ていきますけど、この彼が最初に助けたことから、助殿方を作ります。九州では結局、助殿方、それから宮方、それから、武家方と、この三つどもえになります。第一段階では、この助殿方と宮方が組んで武家方と戦う。で、最終的に1355年頃には、一色の龍二は、追放されて、九州との一色氏は京都に、逃げ帰ると、いうことになります。で、1351年以降、この商人リストは兵糧人夫調達のために朝鮮半島に、侵入してるんじゃないかと言われています。というのは、これは日本側の、資料ではわからないんですけども、高麗氏によると、高院以降の倭寇と、狩野虎以降の倭寇というふうに言われていて、倭寇の量、それから、人数、頻度、急速に上がっていくんですね。この高院以降の倭寇というのが、従来はもう急に増えてると。で、1日のうちに大量にもう波状的に襲いかかってくると。
だからこれは朝鮮半島に限違いないという議論があったんですけども、これに関して韓国側の、韓国から日本に留学して、東大で、研究した研究者が、幸運以降の和光というのは、こういうことじゃないかと。要するに朝鮮半島にこう、何月何日でもババババババとこうある。これは同時並行に起こったんではなくて、こういうふうに行っていったんじゃないかと。1351年、カノエトラ以降、和光の人数が数十人とか数十人、数人というレベルだったのが、これ以降、数千人とか、そのレベルになってくる。数百人、数千人。しかも、船に馬に乗ってやってきよると。馬、騎馬武将になってやってきよると。ということで、騎馬軍団、で、騎馬軍団運ぶのしんどいやろうと言われたんですけども、それが例えば小西レベルであれば不可能ではない。それから軍勢に関しても、そんだけ急に増えるっていうのは結局この頃から、小西が足利忠冬を擁立する。まあ、もともと忠冬と戦い始めたのが1351年で、その後、忠冬と組んで、以降、まあ、しばらくの間、これ、小西はかなり絡んでるんじゃないかというふうに、言ってます。まあ、これに関しては、どこまでが小西なのかっていうのは慎重に研究する必要あるけども、まあ、小西が、この和光に絡んでるっていうのは、かなり可能性が高いというふうに言われてます。ところが、小西は1359年、筑後湾戦いで敗北します。これは、あれですね。どういうことかと言いますと、これ、ここに書くの忘れてましたけども、この筑後湾戦いっていうのは、まず一式の乗り銃が追放したと。と、まあ、いわば、武家型一式。それから、家殿型小二。それから、宮型菊池。主な武力を得ていくと。まあ、こういうふうにやって、まず、ここが組んで、ここと、ここが組んで、この連合軍がこちら戦うと。で、これが潰れると、今度は、この間が戦いになると、いう形で、1359年、筑後湾戦いが起こります。宮方と、助殿方の戦い、これに長女理沙は敗北して、嫡子の忠助が、戦死すると。余波を買って、ついに宮方は太宰府を落とし入れ、博多を落とし入れて、長女理沙はその後抵抗も続けるんですけども、1367年には隠居して、上京、して、京都で、彼は亡くなります。まあ、九州や京都の結局、異国情がどのか、京都に行って、そこで、彼は亡くなると、いうことになります。59年から69年、70年頃まで、10年間にわたって、まあ、九州は、宮方が圧倒的有利な時期に入ってくると。庄女理久が隠居した後、家督を継承したのは冬助です。で、この冬通じは、この忠助もそうですけども、おそらくは足利忠冬から名前もですね。これもだから忠助と言います。直助じゃなくて忠助と。ちなみに、筑後の戦いは忠助は戦死してますけども、忠助は戦死してますが、こちらでは菊池武光と金吉親王も、大きく重傷して負っています。冬助、これも忠冬から返京を受けてるんですけども、冬助は頼久が隠居後に家督継承しています。で、小西は、こうなってくると小西としては、九州短大の下校を求めると。九州短大がおらへんから、今度は厳しくなってくるということで、まあ時代は変わったと。しか言いようがないんですけども、このどうも九州短大を新たに呼んできたのは、冬助サイドの、要求が原因らしい。室町幕府も今川良春、彼をつけて、小西冬助は南朝が戦うんですけども、この時期よく起こる問題です。要するに、宗像大宮寺家領をめぐって、良春と冬助は対立。要するに、宗像大宮寺家領を横領していた、冬助に対して、良春がそれをやめろと。だから自社、本所領と、それから、戦費調達の矛盾ですよね。南朝方と戦うときに、小西としては、例えば朝鮮半島に出かけていく、行ってはこうするとか、いう点もあるわけですけども、もう一つはこういう、所領の中の、荘園とかそういったものをぐいぐい入っていて、藩税を取ると。それに対して、領春サイドは、自社本所領への、横領やめなさいと言うて対立する。で、結局領春は冬助を1375年水島で暗殺するという水島の変を起こします。一方、冬助の弟の頼澄は、
父の頼久あるいは兄の風助と対立してかなり早くから金吉親王に従ってました。南朝方だったんですけども、水島の変で、商人風助が暗殺された後は、商人氏の家督は頼純が継承して、商人氏は分裂、商人氏の分裂は回避され、亡くなって、商人氏はもう一貫して南朝に行くという形になります。で、結局南北朝合体まで商人氏は南朝方として、戦い続けます。南北朝合体後、商人貞頼が、商人頼純の息子の貞頼が、継承して、この貞頼の代に、まあ、九州、南朝だったが、商人氏は没落するんですけども、貞頼が、の代に、大内義弘が滅亡しました。で、大内義弘が滅亡したのに乗じて、北九州の空白ができて、それに乗じて、商人貞頼は勢力を回復すると。光貞も足利義満から返京を受けて、元服すし、新たに、これは今川良春が滅びた後は、足利一門の渋川氏が、九州短大を接収するわけですけども、商人光貞は代々この、渋川氏と、戦闘を続けるということで、まあ、商人氏は基本的に幕府に対してはやっぱり常に、敵対的でやると、いうことが言えます。まあ、大江の外交を幕府に報告したのは商人光貞です。ただまあ、商人光貞の、報告はかなり嘘が多かったようです。で、この頃、商人氏は、対馬の守護職も、守護代の、宗氏が力を持ってきている時代です。1125年に渋川氏を援助した大内盛春に、敗北して、結局商人氏は博多を放棄すると。ところが6年後、大内盛春を討ち取ったんですが、その2年後の1133年、大内盛春と戦って、光貞は戦死します。商人光貞が死んだ後ですけども、九州をほぼ失った商人氏は、対馬の宗貞盛の庇護下に入っていきました。で、宗貞盛は対馬と、それから筑前にいくつか飛び地を持っていたんで、まあ、一旦その、結局商人氏はこの頃、対馬に移住することになります。対馬に入った商人氏は結局、まあ、商人氏の、部隊が大量に入ってくると、もともとキャパの少ない対馬としては、この商人氏をどうやって壊すかということで、和光になっちゃうんですね。朝鮮から、抗議が来るわけです。なんとかしてくれと。対馬の方が和光がになってしもて、こちらが言うてもどうにもならんと。室町幕府にわざわざこれ抗議が来たみたいです。で、足利義教が、命じて、結局商人氏と大内の和睦を行わせるわけですけども、可吉の乱で、赤松光助の弟の赤松則重の逃亡を手助けしてしまいます。その結果、追討命令を受けて再び対馬に亡命するということで、この頃の商人氏は基本的に対馬に、しばらく亡命しています。で、対馬に亡命している頃の話ですけども、大内則弘から朝鮮に使者が行ったようです。これは日本画の資料には残っておらず、朝鮮王朝実力だったんですけども、商人則より追討を協力してくれへんかと。その商人則より追討、この商人則よりって、まあ、はっきり言うて、和光化して朝鮮に目をかけてますやん。だから、対馬を挟み撃ちにしましょうと。で、もし対馬を挟み撃ちしてくるんだったら、商人則が滅びたら、その対馬を朝鮮に差し上げますよと。いうふうに、大内則弘は朝鮮に提案します。で、さらに大内則弘の言い分では、もともと対馬って朝鮮のもんですやんと。今、宗とか商人とかが不法占拠してるけども、こいつを潰すのを手伝いますよと、いうのが則弘の言い分ですね。だから、対馬をお返ししますよと。それに対して朝鮮側は黙殺します。いや、断ります。いや、もうやめとくと。朝鮮側の懸念は、いや、ここで商人が勝ったら、まあ、それはそれでええわと。それはそれで問題ないんだけど、もし万が一大内氏が勝って、対馬がうちに来たら、商人氏は行くどころ失って結局和光になるしかないじゃんと。だから、結局、だが断ると。いうことで、断ってます。結局、対馬、に関しては、朝鮮サイドはほぼ一貫して持ちたいという意識はほぼないんですね、これ。やっぱり。やっぱり負担ですから。むしろ、対馬は押し付け合ってると言っても、大内と、まあ、大内からすると、まあ、対馬は邪魔なんですね。
小児氏にとって大きかったのは、大内宣広と細川勝元の対立が激化していて、これ、あの内会の、会をめぐっての対立ですけども、その結果、あの細川勝元派についた、小児宣広は、筑前守護に任命されます。その当然の結果ですけども、応仁の乱では東軍に参加して、完全に、小児氏は応仁の乱を契機に幕府方に復帰するわけですね。あのここでは、あの応仁の乱では大内政広、大内宣広の息子の大内政広が賊軍になってしまいますから、逆に小児氏は、ついに官軍になったわけです。ところが、1169年、大内方の筑紫頼門に敗北して、宣広は、自害に追い込まれてしまいます。対馬へ亡命したということは、もう九州の本土に領地がなくなったんですか？そうです。こういう時って、その小児氏のトップの方を大事なくて、家臣団も対馬へ行くんですか？主な、まあ、家臣団行きますね、どうも。あの主な家臣団、いくつか相当当然多分本土の方に残って、多分あのレジスタンスするやつらもおるやろし、そのお家にへこするやつらも俺やるし、まあ、だからついていくのは多分コアな近従集団だと思いますけど、それでもやっぱりまあ数百人レベルになるだろうから。宋というのは小二の守護代なんですよね。そうです。一応守護自体が対馬へ来たら拒否することはできない。うん、あのまあ宋としてもあの、大内とはやっぱりあの朝鮮貿易をめぐるライバルでもあるし、さらに北九州にはいくつか宋の所領があって、その保全もせなあかんし、まあ小児氏とくっつくのは悪いことではないかなと。まあ冷静に考えたら、あの大内にひっつくっつう手もあったはずなんですけどね。一応そこのところはまだやっぱりあの鎌倉時代以降、あの宋っつうのはどうもあの古くからの対馬の人間じゃないんですよね。これどこから来たんですか？鎌倉時代中頃に対馬の守護だった小児氏の守護代として小児氏によって対馬に派遣されたみたいです。いや、元は九州の人間というんですか？そう、元は九州 の、 あのそれこそ財布の多分在庁官人だろうと。対馬にはもともとアビルという在地の豪族がおって、まあ、そのアビルを結局圧倒していく形で宋が力を持っていくと。で、もともとそこに力を持った在庁官人の血を引くような、アビル、あるいは宋田、こういう連中はやっぱり宋氏に対して不満を持ち続けてるんで、まあ、宋氏にとって小児氏っていうのは、対馬の中でもいろいろごちゃごちゃしてるときには、やっぱり利用価値はあると。なんか何百人も来られると、これ、食べさすの大変ですよね。そうですね。だから和光になるんですね。うん、なるほど。何回か朝鮮から商人が来て困ってるって抗議あるんですよ、これ。2回ぐらいあるんですよ。朝鮮の方も、これ商人やと認識しとるんですか？そうです。商人殿とか言ってますから。朝鮮サイド、結構情報すごいんですよ、これ。これ、どういう情報なのな、足利義教が殺されるシーンも、きっちりと関門日記とほぼ同じ内容が書いてあるんですよ。かなり詳しいですよ、朝鮮の情報は。朝鮮の大使館が日本にあるわけじゃないから、日本人の日本の誰かが誰かから情報が行くわけですね、向こうに。うん、うん、まあ多分大内氏、多分書き連なれば多分大内氏の記録でしょうね。大内氏からの報告でしょうね、多分。大内と朝鮮の関係というのはそんな悪くはないんですか？ものすごいです。すごくいいんですか？うん、ものすごくいいです。大内氏は一応渡来寺の子孫を自称してますから。それもなんか珍しいですね。うん、先祖は百済でしたっけ？百済の渡来寺の子孫を自称してます。だから例えば小にやったら藤原とかありますよね。藤原の阿孫とか藤原のより乗るようになるんですけど、大内の場合はたたらですからね。だからこの名前から見て、おそらく朝鮮から製鉄技術を、もたらした渡来寺の子孫なんだろうなと言われてます。おそらく朝鮮半島から朝鮮交易、朝鮮との関係の深い長門の国、宋の国に在庁官人として土着化した渡来寺の末裔だろうというふうに考えられています。
ということは、当時の武家社会では、ルーツが朝鮮半島にあっても、別に不利ではなかったということなんですね。そうですね。で、大内と朝鮮は仲が良くて、お互いの敵が宋なんですね。そうなりますね。で、それが時々和光化するから。うん。朝鮮半島も、朝鮮サイドも1140年頃から、宋を抱き込んだ方が話が早いなと。大内さんと仲良くしてるよりも、宋を抱き込んだ方が和光対策は効果ありそうやなということ、多分、方針転換するんでしょうね。で、それに対する焦りが多分あって、こういうこと多分しあると思うんですよ。ちょっと前に、朝鮮と宋の間で条約が結ばれて、基本的に和光問題の責任を宋氏が負うと。で、その代わりに朝鮮サイドは、宋を優遇するという、そういう、取り決めがなされるね、可決約定と言われるんですけども。そうすると、朝鮮との利権が、大内から宋の方に行っちゃうと。うん。大内はそれとは困るということなんですね。そうですね。で、それだったらもう一度、対馬潰してもらおうかと。対馬を朝鮮にくれてった方が、自分の、今度は自分に回ってくると。これ、細川方にくっついて、筑前諸侯をもらいますけど、これ筑前守護にしてもらっても筑前守護の実態化は自分でやるんでしたよね。そうです。筑前守護になったんやって言うだけでは誰も言うこと聞いてくれないと。うん。小二氏は筑前にもう一回復帰することはできたんですが、結局ね、できないんですよ。戻ろうとはしたんですか。うん。博多を一時抑えたのは事実です。一瞬抑えたんです。筑前やっぱり博多という巨大な利権がありますから。商人としては対馬から筑前、特に博多へ戻りたいわけですね。そうですね。やっぱり対馬、うん、博多を抑えるのはやっぱり重要ですからね。やはり対馬を、この結節点、中継点として、結局博多を抑えるのと対馬も半分死んでますから。で、最後の行のところは、これ博多を取りに行くと大内とぶつかっちゃうということなんですか。そうです。大内も博多は絶対手渡したくないですからね。このことは博多は大内が抑えてるんですね。基本的には大内が抑えてますね。大内持代が商人ミスダを叩き潰して以降は。ここの教科書に大内と博多商人、細川と堺商人とか出てきますね。そうですね、はい。忍法の乱の背景に。もうそういう古い付き合いですね、大内からすると。